戒していました。竜禅様たちもあなたの身を案じていた。一体何があったというの？私はダッキとオダグンに捕らわれていた。隙をついてようやく逃げ出してきたんだ。オダグン、それは何かの間違いだろう。信長様がダッキになど手を貸すはずがない。残念だが事実だ。ダッキのそばにはオダグンの将が控えていた。私は偶然彼らを見たがゆえに囚われた。彼らは手を組み我らを責めるつもりだ。まさかそんな、なぜ今さら争う必要があるのですか？そこまではわからない。だが信じてくれ、私は嘘などついていない。確かに脅威殿に嘘をつく理由はない。少なくとも事実を確かめる必要はありそう。織田軍に攻められる前に先手を打ちたい。皆は劉備様と共に本能寺へ急行してくれ。脅威様は一緒にいらっしゃらないのですか？敵は織田軍とダッキ。今の私たちの兵力では到底かなうまい。私は皆のもとへ戻り援軍を呼んでこよう。それまでどうか耐え抜いてほしい。よう、今日はどうするんだ？また来てくれよ。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で？ありがとうございました。あれ、戦場においてはただ勝つのみ。全力で戦います。
私の舞台。わかった。すぐに型をつけてやる。モサイよ、強者よ、我を超えよ。絶対の破壊者なり。私が元気にしてあげる。だが我に任せよ。答えを得る。行くとし。生かす剣、見つけてみせるぜ。授業の成果、ご覧に入れよう。この戦いの真実、見抜かなくては。ジャオを射抜いてみせます。石綿が魂、波よけ。過去現状の武、見せてやろう。
には守りたい人がいるから。勝利の調べ奏でてみせよう。鈴の神明行くぜ。超支流いざ参る。未来のため私は戦う。全力で戦い抜けのみ。行こう。世の乱れを正すために。